こんにちは。気になるニュースを毎日新聞の記者や専門家が深掘りする毎目。今日のテーマは起動著者松本はじむさんに聞くです。放送中皆さんからのコメントや質問を募集しています。毎日新聞公式 Facebook ページにコメントを書いていただくか、 Twitter でハッシュタグ毎目をつけてツイートしてください。講談社本田康晴ノンフィクション賞、今年の受賞作は起動、福知山線脱線事故、 JR 西日本を変えた戦いが選ばれました。兵庫県尼崎市で2005年4月、乗客106人と運転士が死亡し、 JR の調べでは563人が負傷した JR 福知山線の脱線事故について書かれています。今日は著者でノンフィクションライターの松本はじむさんをお呼びしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。松本さんもともと神戸新聞の記者だったそうですね。はい、そうです。はい、何年ぐらいいらっしゃったんですか。92年からこの事故があった1年後の2006年まで、はい、14年、はい、勤めました。はい、その後はフリーの記者として。そうですね。はい、そうなんです。はい、ずっと社会部だったんですか。10年ぐらい、まあ、社会部系の外勤記者で、はい、で4年が整理部ですね。はい、で今回この起動で、はい、講談社本田康晴ノンフィクション賞を受賞されたんですが、もともとは講談社ノンフィクション賞と呼ばれていたものですよね。はいはい、あの柳田邦男さんとか、はいはいはい、太田さんとかが、はい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 、そうですね、受賞されて。そうです、そうです。はい、最初に受賞が決まった時どんなお気持ちでした。正直に言うと、はい、ほっとしました。やっと解放されたっていうですね。プレッシャーからですか。いや、うん、そうなんですね。まあ、当然その賞なんか全く何も考えずに書いてるんです。取材もして書いてるんですけど、刊行後に、後になって数えると、はい、7回ぐらいいろんな賞にまあノミネートされて、はい、それ全部落ちまして、はい、周りではお前はノミネートのプロかと言われてたもんですから、はい、でまあ、取材させていただいた方なんかもやはり応援してくださるし、そうですよね。やっぱりそういう方々に報いるためにも、まあ、せっかくノミネートされたら、はい、取れた方が嬉しいですし、はい、でそれともう一つは、まあ、今年から本田康晴さんの名前のついた賞、はい、41回なんですけど、はい、本田さんの作品をこの起動の取材が全く進まないときに、うん、まあ、不当逮捕であるとか誘拐であるとかを読み返しては、うんうん、俺はいつになったらこんなもんが書けるんだと、はい、いや無理やなというような、はい、ふうに思ったりしていたの で、まあ、本田さんもその読売の社会部の記者で、はい、生涯社会部の記者であるということを言ってた人なので、はい、本田さんのスタンスにも非常に共感してますし、うん、まあ、とにかくそれを本田さんの名前のついた賞の最初の賞をいただいたということはもう本当に妨害の僕みたいな凡庸な記者がいいんだろうかという、そういう気持ちですね。うん、そうですか。はい、この本は奥様と娘、妹さんを亡くされて、はい、で娘さんも大きな怪我を負った、はい、浅野さんについて書かれて、はい、はい、いますよね。そうです。でその浅野さんとのことは後々いろいろお聞きしようと思うんですけれど、はい、この福知山線の脱線事故、はい、2005年4月25日に起きた、はいはい、ということなんですけれど、この時どちらにいらっしゃったんですか、一報を聞いた時。その時まだ神戸新聞のに勤めてまして、はい、さっき申し上げた整理部でした。はい、で整理部でスポーツの面談をその日夕刊で当番で当たってまして、はい、で共同通信から来るような大リーグの記事とか、はい、メジャーリーグですかの記事とか、はい、そういうのをこう今からさらスポーツ面作ろうかなぐらいの時間帯でしたよね。はい、で今鳴ってますけど、この共同のピーコー、はい、ピーコーが鳴ったのが早かったか、はい、こうデスクがフロア中にこうですね、尼崎で、踏切脱線事故っていうふうに怒鳴ったのが最初でしたね。はい、はい、ちなみにピーコっていうのは知らない方が多いと思うんで説明しておくと、はい、共同通信から記事が入るときに、うん、ピーっ
となって、そうですそうです、はい、そのどういうニュースが入るかっていうアナウンスが入るんですよね、はいはい、でその日はそのピーコも鳴ってデスクが、そうですね、ピーコっていうかあの金婚が鳴りだと思うんですけどね、金婚あのガランガランっていう音です、うん、ガラガラ、あの緊急、うん、本当に大きいニュースが入ると鳴る音ですよね、でもどっちが先だったか、ちょっとデスクが叫んだのが先だったと思うんですけど、はい、でそれでスポーツ面はちゃっちゃと片付けて、はい、あとはもう有観で大展開するので、はい、そういう社会面とかのその作業を手伝ったみたいな感じですかね、はい、その事故の全容が分かった時はどんな気持ちになりましたか、全容がこの映像を初めて見た時、そうですね、はい、まあ、でもこの映像最初見たのはだから本当に必死であの整理の仕事をしている時で終わって、その日の夕刊が終わっても号外も出して、はい、で僕の親しくしていた友人の尼崎で事務所あの浅野さん、さっき申し上げた浅野さんの事務所の若いスタッフにあの大変な事故だけどどうよみたいな感じで、まあ、割とそのなんていうかまさかそんな知り合いが巻き込まれてるとは分からずに、ね、大丈夫だったかなっていうぐらいの気持ちで、うんうん、まあ、そうですね、はい、電話をしたらあその浅野の奥さんが電車に乗っていて、はい、まだ見つかってないんですという話で、はい、でもう絶句するしかない方ですね、はい、そうだったんですか、あのその1年後に会社を辞めて、うん、あのフリーのライターになったということですか、はい、この事故があってやっぱり取材に行きたいというような気持ちもあったんでしょうか、いやそれはちょっと直接はリンクしないんですけど、まあまあ、いずれはまあそのやっぱり本を作ったり、まあ、自分で本を書いたりしたいっていうのがもともとあったので、はい、まあ、やめたんですけど、まあ、そのやめた時に最初に自分が何が書けるかって考えた時にちょうど事故の1年後だったので、浅野さん の, その事故からちょうど1年の手記というのを自分がまあ取材をして、まとめるという感じで、はい、今亡き月刊現代という雑誌に書いたのがそのフリーになって初めて書いた原稿です、はいはい、まあ、浅野さんにその事務所に事故があってお電話されたということで、もともとお知り合いだったんですね、そうです、はい、あの社会部の記者をしていた時に、はい、2000年ぐらいに、尼崎公害訴訟というのがありました、大気汚染訴訟なんですけど、はい、喘息の患者さんが、たくさん出た、うん、で浅野さんはそこの患者会の方々を支援する、まあ、裁判も支援しつつ患者会 の, そのいろんな、支援をしている、はい、その事務局の事務局長をされていたので、はい、それの関係で取材をで知り合っていたということですね、うん、でそれで、ちょうどその社会部が整理部に移るとあのご存知のとおり時間ができるので、はい、浅野さんの事務所に出入りして、うん、その公害訴訟から地域の再生をするためのいろんな取り組みをやってたんですけど、うん、それでフリーペーパーを作ったり今もやってるんですけど、はい、一緒にじゃあそのデザインというか、うん、事務所で、まあ、取材をしたり記事書いたり、はい、まあ、あの一応記者なので人の原稿を見たり、はい、いろいろしてて、そういうお手伝いをしていた、それをしてる中で浅野さんの事務所にしょっちゅう出入りしてて、で浅野さんとももちろん次第ですけど、はい、あの浅野さん の, その亡くなられた奥様も事務所にいつもいらっしゃるので、はい、はい、お世話になっていたりとか、そういう縁があったんですね、はいはいはい、まあ、あの、まあ、もともと知っていた方がいらっしゃったとはいえ、やっぱりこ の, あの106人の方が犠牲になった大きな事故ですので、うん、やっぱり取材の苦労っていうのはかなり大きかったんじゃないかと思うんですが、どんなところが大変でしたか、取材の苦労っていうと、うん、まあ、あのご遺族の取材はもちろん大変なんですけれども、うん、一番まあ、この本を書くにあって苦労したのはやっぱりその JR 西日本とい う,、はい、まあ、元国鉄の非常に官僚的な風、はい、組織風土の会社に何かわけのわからないフリーライターがですね、うん、何の媒体の紐付けるわけでもなく取材に行ったところで、まあ、誰もそんな喋る理由がないですよね、だからまあ当時何があったんだ、その組織の内情がどうなったんだとか、はい、どういうその議論が交わされていて、その安全対策がこうなったんだとか、うん、そういう話っていうのは、まあ、ずいぶん時間かけてJR の元の幹部、まあ、元社長とかですね、うん、
まあ、交渉して、うん、なんとか喋ってもらったみたいな、そんな感じですよね。やっぱり組織としてはやっぱり報道とかライターに向けてあまり多くは語りたくない内容ですよね。そうですよね、うん、で基本的にああいうお役所、まあ、元お役所みたいな企業なんで、クラブ、記者クラブがあると、まあ、記者クラブ向けにはこうリリースであるとか会見とかするんですけど、はい、まあ、そもそも会見開かれてるって案内もそんなに来ないですし、ただまあ全然違うアプローチ、私はまあその浅野さんという方のご意思をまあ背負って取材に来てるんだと、それだけはちょっと他の取材者にはない、スタンスでしたけれども、はいはい、JR 西日本の天皇と呼ばれた方にも取材ができてますよね、はい、うん、そうですね、はい、それはそうですね、その方は牧久志さんといって、もともと日経新聞 の、 国鉄担当の社会部記者が長かった方、はい、に、まあ、仲介をいただいたというか、はい、お願いをして、はい、まあ、牧さんに会うのも、まず牧さんに会って牧さんにお願いをして、うん、っていう形で、まあ、そうですね、ちょうどその井出さんもその被告になっていた 裁判が、歴代三社長裁判というのがあったんですけど、はい、それが終わった今なら、何か語れることもあるんじゃない、語ってくれることもあるんじゃないかということで、まあ、お願いをしたところ、いや、まさか受けると思わなかったんですけど、はい、受けてもらったという感じですね、はい、その天皇と呼ばれた井出氏 の、うんうん、インタビューが入ってますけれども、やはりその井出氏としては、うん、組織のこう問題っていうのではなくて、やっぱり運転士のミスっていうことを、うん、そうですよね、はい、まあ、この本の中に書いた井出さんの言葉そのまま言うと、まあ、事故において会社の責任、組織の責任なんていうものはないんだと、うん、個人の責任を追及するしかないんですよ、はい、で組織的に事故を防ぐといったらそんなのは無理です、うんうんうん、まやかしですっていうような言い方を、まあ、井出さんはされていました、はい、ちなみに言うと、はい、今日9月12日ですよね、はい、ちょうど2年前の今日の日が井出さんに取材した日なんです。そうだったんですか、うんうん、偶然。かなりやっぱりこう、まあ、国鉄の時代 の、 その改革をやった方だったんですよね、うん、まあ、国鉄改革の総司令官というふうに言われた人ですから、はいはい、まあ、いわゆる国鉄内部から、国鉄を解体して、うん、JR というものを民営会社の JR を誕生させた、うん、その内部の一番なんていうかリーダーの人ですよね、うんうん、まあ、すごいなんていうんでしょう、やり手のまあ、波の官僚ではないというふうに、はい、まあ、周りから言われてましたし、はい、まあ、カリスマ的な、うん、まあ、経営者ではあった、はい、しかし安全思想においては極めて、まあ、浅野さんの評価で言えば、まあ、時代遅れというか、うん、その今これだけ巨大になったシステムを運営するには鉄道事業者としては失格だったんじゃないのかなというのが、まあ、浅野さんの、うん、見立てですけど、私もそのように思いますね、はい、先日も、はい、京急の脱線事故が起きて、この時もやはり、まあ、報道も含めてですけれど、うん、こう運転士のミスはなかったのかと、うん、まあ、個人 の、 責任を追及するような声がありましたし、うん、まあ、今年は他にもその南海電鉄のラピートとか、はい、のぞみの台車が亀裂したというような問題もありましたけれど、はい、やっぱりどうしても今になってもそういう運転士がブレーキちゃんとかけなかったんじゃないかとか、個人の責任を追及してしまうっていう流れについてはこうどう考えますか？そうですね、今の井出さんの言葉が象徴的ですけども、うん、その個人のミスであるとか技量不足であるとか、うん、それから注意散漫であるとかね、はい、そういう個人の責任に帰すような、うん、それでその誰が悪いんだというような、うん、そういう責任追及の発想が、まあ、処罰感情的なものですね、責任者を見つけ出して処罰をせよというような発想が非常に、はい、日本では伝統的に強いんだというようなことをこの本の中で、その事故調査に詳しい柳田邦夫さんが、はい、話しておられるんですけど、はい、やはりそういう傾向は確かにあるなとその思いまして、その
京急が悪くないんだっていうのが、ネットでこうあれ頑張れというね、まあ、それはお気持ちとしては分かるんですけど、その誰が悪くないんだっていうのも悪いんだっていうのも結局誰が悪いっていう責任追及の発想から出てる、それの裏表であって、その本来その浅野さんの訴えていた、あるいは本来あるべき自己調査というのは、その責任追及のためにやるのではなく、そのあくまでも原因究明、それから直接の運転手のブレーキミスとか、あるいはトラックが入ったとか、そういう直接の原因だけじゃなくて、例えばその普段 その安全管理のシステムがどう構築がどうであったかとか、社会社員教育がどうであったとか、どういう勤務形態であったとか、さまざまなその事故に関わる背景も含めて、明らかにする、でその上で次の事故が起こらないようにする、そのためにやるのであって、その責任事故論みたいなのは、やはりその刑事罰を与えるとか、まあ、裁判的な発想なんですよね。だからそれがすごくこう、まあ、柳田さんおっしゃってるのは、そういう発想が日本的な日本人の感覚に合うんでしょうと。だからまあ、でも一般の人もそうですし、例えば例えば行政なんかも、指導する側の行政なんかも割とそういう発想でやっちゃってるとか、システムの問題がすごくあって、でその自己調査が捜査、警察とか検察の捜査と紐付けられてるところがあるんですよね。でも例えばアメリカでいうと NTSB っていうのがあるんですけど、国家運輸安全委員会っていうのがあるんですけど、これ完全に独立した組織で、自己調査で分かったことは、捜査には使わないというふうなことになっていて、例えばその捜査に使われる、裁判に使われるとなると、どうしても隠しますよね。そうですよね。何があったかっていうことが、処罰をされたくないので、隠してしまう、そういうことになると本当に いろんなことが絡み合って起きている、その要素が見えなくなってしまうということがあるっていう、そのすごく分かりやすく言うと、事故後に、社長になって、この本の中にもフューチャーしてるんですけど、山崎正夫さんという元、事故後に社長になった社長さんがいます、彼は最初に、起訴されるんですけど、彼が起訴されたのは、事故現場 そのカーブを付け替えた時の鉄道本部長だったんですね。で彼はその事故現場のカーブを付け替えた時に、その危険性を認知せずに、認知しなかったために、その ATSP というその自動列車停止装置というのを付けなかったんじゃないかというところが問われた、でそうすると裁判ではそこが焦点になってくるんですけれども、でも他に事故においては、例えば、運転士がミスをしたり、運行が遅れると、厳しくその懲罰的に締め上げる日勤教育であったり、なんかそもそももう無理なダイヤを組んでたんですけど、ダイヤの問題だったり、そういうものは全部詐称されて、その ATSP をお前つけなかっただろうって、そういう話だけになっていく。だから事故の一面は明らかにするんだけれども、裁判は、しかし事故の全容は分からなくなる、でそれでじゃあどうやったら事故が防げるかっていうことが分からなくなるんじゃないかということを、まあ、浅野さんは気づかれて、まあ、ご遺族の立場ながら、そういうことではないんだと、だから責任追及っていうのは一旦横に置くから、一緒にその事故の共同で、加害企業である JR と一緒に共同検証をやろうということをずっと長年訴えかけ続けて、それを実現させたという人なんですけどね、この本でも書かれていますけど、もし運転手が悪かった、ブレーキかけなかったで終わったら、分からなかったことがたくさん出てきてますよね。そうですよね。その少しでも遅れたりとか、ちょっとでもミスがあるとやっぱり罰を受ける、それが怖くて、遅れないように必死になってしまったりとか、そういう、そもそもがそういうダイヤがかなりきついとか、そういったことも運転手が悪いっていう目線ではなかなか調べても出てこなくなりますよね、だからこういう大きな事故でなくても、本当に軽微な決められたことを、例えば守らなかったとかいう、それで少し軽微なミスがあったとして、でそれを報告すると罰せられるってなったら、嫌ですよね。隠しますよね。言いたくなくなりますよね。でその
まあ、彼はそのこの、うん、あの福知山線の運転士はその事故を起こす前に、うん、そういうちょっとルール違反を一つしているのと、うん、まあ、結構重要なルール違反なんですけど、はい、それとまあオーバーランをその一つ手前の駅でして、はい、そういうところで、一つミスを隠したとか、はい、オーバーランをしたら日勤教育を受けなきゃいけない、うん、それからもしかしたら乗務をもう下ろされるかもしれないという非常に焦りがあったというふうに、はい、まあ、言われ推測されてます。そうですね、うん、あのところでこの、 あの本の中で、うん、こう一人称が 1.5 人称というか、はい、こう当事者目線でもあるような、うん、第三者でもあるような、うん、あのちょっと他のノンフィクションにはないような目線で書かれてるんですが、うん、これはどういう意図があってのことなんですか？一番大きいのはやはりその事故前から浅野さんと知り合いだった、それから亡くなった奥様ともまあ知り合いであったというところで、普通ので、あとおまけに僕はその時さっき申し上げたように整理部でいわゆるその現場にいて取材する立場じゃなかったので、なんていうのか、自然とそういう立場になったという、まあ、あのこの本の中では浅野さんの肩越しにその事故と JR を見てきたというふうに書いたんですけど、まあ、そんな立場になったというのが一つと、もう一つはね、あの、まあ、新聞記者時代からなんですけど、あの僕あんま競争とかが好きじゃないっていうか、そのいわゆる報道合戦みたいなのって、はい、まあ、なんか冷めてたっていうか、あんま好きじゃなくて、で例えばあのどんな報告書が次出てくるんだとか、はい、JR はどんなその安全、再生計画を作るんだとか、人事がどうなるんだとか、はい、みんなやっぱ新聞記者とかマスコミの人ってみんなそういうこう誰よりも早く出したい、他社より早く出したい、はい、でそのモチベーションで、取材するわけですけども、うん、僕自身はあんまりそういうことには、まあ、関心がないっていうのか、はい、なんかこうなんていうのか、温度が低い人間でもともとで、それよりも浅野さんに、浅野さんが考えてきたこととか浅野さんがやってきたことをちゃんと記録したいとか、その目線でこういろんなところを取材していって、実はその組織の中にどういうことがあったのかとか、どういう人事とか安全対策を行われてきたのかっていうのをできるだけ明らかにしたいと、時間はかかってもいいので、はい、っていう風なところだったので、そういう感じになったのかなと思います。はい、まあ、メディアの競争の話も出てきましたけど、うん、はい、まあ、だいぶいろんなメディアスクラムのこととか、うん、なんとかしようっていう、うん、取り組みは進んでいますけれども、うん、やっぱりどうしても何か大きな事故があるとどっとメディアが押し寄せてしまう、これはすごく批判されてますよね。そうですね、今も、僕もこの本の冒頭にも書いたんですけど、うん、僕もその浅野さんと一緒に事故現場に行った時に、はい、メディアスクラムに、はい、まあ、取材を受ける側として巻き込まれたりしたこともあって、はい、うん、非常にこう、まあ、自分も普段あっち側にいたりもするわけで、うん、なんていうのか、非常にストレスを与えているんだなということがもう自分も実感として分かったんですけど、うん、まあ、そのメディアスクラムって確かに、まあ、大きな問題で、それ一つは、はい、取材する側の視点とか取材手法とか、うん、っていうのが非常に確立化している感じがすごくします。そうですね、事故の現場に、例えば4月25日になったら事故の現場に行って、ご遺族が来るところをみんな写真撮ったり、うん、マイクを向けたり、ね、うん、そのしてで、悲しみの声を拾うみたいな、まあ、もちろん大事なことです、大事なことなんですけれども、はい、現場に行く、よく、まあ、その現場に殺到したマスコミの記者たちが批判されますけど、まあ、現場に行かないと何も感じられないし分からないところもあるんで、現場に行くのは基本的な記者の基本動作として大事なことなんですけど、なんかそのすごく確立化していて、それ一辺倒になっちゃってるとか、政治、例えば分からないですけど、政治家 その会見にみんなわーって群がって、ね、誰がこう言った、ああ言ったみたいなことをこう速報をする、だからその時間をもう少しゆったり取るとか、まあ、速報の競争とか、こう現場にでこうなんかこうすごく一面的な方向から
ゴールというかその勝ち負けを競っている感じがすごくするので、だからそういう批判も起こりますし、よくその、まあ、今回の災害でもそうかも分かりませんけど、マスコミは報じないみたいな、はい、言われ方を ね、するのは、いや報じてはいるんだけれども、メディアの側から言うとですね、はい、でもその報じ方が非常に画一的で、定型的で、その本当に欲しい、こういうことを知りたいとか、ちょっと違う視点からとかの報道があまりにも少なくなっている。それはその速報とか、時間の戦いにすごくなっている部分があると思うので、それから視点の置き方、はい、いろんな取材対象者とか取材のアプローチってあるはずだと思うんですけど、その辺のところがこうなかなかできなくなっている。そのマスメディア企業も、ね、人員も減って大変だっていうのは聞きますし、デジタル対応もあって、ね、やる仕事が一人の記者のやる作業量がとんでもなく増えてるので、あの僕みたいなブラブラした記者みたいなことはできなくなってると思うんですけど、それはよく聞くんですけど、でもう少しこうなんていうのか、独自の視点というのか、その個々の記者がここの視点で、ここのアプローチで、ここの、まあ、時間軸はすごく僕は大事だと思っていて、あの何年も経ってからしか分からないこととか、何年も経ったから聞けることとか、事故発生当時はこういうふうに言われてたけど実は違ったよねとか、あるいはそういうふうになったのはこういう事情があったからだとかっていうのは、もう何年もかけないと分からないこともあるので。そうですよね。でこの本も2005年の事故の検証を今2019年に、こうやって賞を受賞しているわけですから、やっぱり何年経っても必要なものは必ずありますよね。そうですよね。だからまあちょっと若干マスコミ批判みたいになって申し訳ないんですけど、はい、自分の思っていたその新聞のその違和感で、まあ、結局その発生時とかはもうみんなで群がって大騒ぎになるんですけど、はい、あと終わっちゃうとシュッと潮が引いて、あと周年報道になっていくじゃないですか。そうなんですね。で周年報道になっていくと、なんかすごくね、どういたでしょう、なんかこうそれも一面的で、なんか結局ご遺族の悲しみを、1年後2年後3年後みたいな話 に、はい、になりがちなところがあって、だからもう少しこう視点やその発想みたいなものを個々の記者が、持つという、まあ、会社と組織としてもそういう環境が多分必要なんだろうなと思いますけどね。多様な報道をしていくっていうことですよね。ちょっとコメントがいくつか来ています。福知山線の事故は本当に気の毒でしたというコメントですとか、超過密スケジュールが事故の原因ではないか、もう少しゆとりのあるダイヤにすべきと思うというような意見が来てますが、まあ、どうしてもこう便利な暮らしに慣れて1分電車が遅れただけで遅れちゃったのもう乗り換えできないっていうようなこうせかせかした気持ちやっぱりありますよね。それに合わせるとどうしても過密スケジュールになってしまいますよね。そうですね。なんかその鉄道の大きな使命として安全の確保と、それとあと定時運行っていうのは確かにすごく大事なことなんです。決まった、で特に日本はダイヤに厳しいというか、それはよく言われますよね。その1分も遅れないとかね、はい、でだからその定時運行っていうのは、でもなぜ定時運行が保たれているかといえば、その我々利用者も含めて電車が遅れるとチッっていうふうに舌打ちをしてしまったり、はい、こうイラッとしてしまったり、はい、そういうプレッシャーがもしかしたら鉄道会社に与えている部分も非常に、大きいのではないかということは考えた方がいいかなというふうに思います。定時運行はもちろん大事なことなんですけど、はい、求めすぎることによって、じゃあ遅れた運転手は懲罰ねっていうみたいな話っていうのが、すごくシンプルに言うと JR 西日本のそういう発想、当時の発想だったので、で、他社との、関西の阪急だとか阪神だとか、福知山線で言うと阪急ですけど、との競争で乗客獲得競争というのが非常にあって、やっぱりそれは便利な方をお客さんはやっぱ乗るわけ で、 そ、 でそれはもう仕方がないことなんですけど、やっぱ過剰に求めすぎる、その、さっきの、報道の速報時間にのこの縛られ方もそうですけど、はい、もう少しどう言ったらいいかな、やっぱ定時運行よりもしかし安全の方がもっと大事だと思うので。そうですよね、でもだいぶ先日も関東に台風が来た時も、
あの間引き運転をしたりとか、はいはい、計画運転ですね、もう事前に止めますよというふうに言ったりするようになりましたけど、それでもやっぱりどうしてももう長い行列ができて駅にも入れないというような状況になってしまったりとか、そういうのはこう、あの、まあ、もちろん緊急を要する人たちもいるんですけど、うん、あの休める人はもう事前にお休みにするとか、うん、そういう会社側のできることとかもいろいろありますよね。うん、計画運休は実はあの西日本というか、まあ、その JR 西日本なんかが先頭になって割と西日本では、定着をしつつありまして、そうなんですか、はい、あの2013年だったかな、ちょっとごめんなさい、あの定かじゃないですけど、はい、それぐらいの時期に初めて大きな台風が来るというので、はい、そのまま 災害対応だというので計画止めたんですね、はい、JR が、うん、でもそれはその時は台風がそれちゃって あまり荒れなかったんですよ、天気が。そうなんですか。でも JR 止まってる、はい、で阪急とか阪神は動いてるってなった時に、 JR の担当者は本当に、すごいなんていうか、なんで阪急阪神動いてるよ、お前止めてんねみたいな感じでわーってなったらしいです。だからそこはもう賭けみたいなところがあるけれども、 ね、それよりもやっぱり何よりも安全だというところで、その時はね、たまたま日曜日の午後かなんかだったんで、それほど影響なかったはずなんですけど、それでも、はい、あの要するに空振りするとそれぐらい言われると、る、まあ、そういう部分が、あの例えば危なくても、うん、行ってしまえというような気持ちをもしかしたら生んでるかもしれないっていうところは少し考えた方がいいかなと思いますね。はい、わかりました。あのゆっくりいろいろお話聞きたいところなんですが、今日はこの後この表彰式があるということで、もうすぐ出ないといけないということで、いや、はい、大丈夫ですけど、はい、ちょっと、はい、まだまだお話聞きたいんですが、はい、今日はこの辺りで前目終了ということで、はい、本当に、はい、ありがとうございます。今日は神戸から来てくださってどうも、はいはい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では今日の前目はこれで終了です。次回はゆきこの部屋を配信します。9月19日午後10時から配信します。テーマは3万年前の航海です。出演は国立科学博物館人類研究部人類史研究グループ長海部陽介さん、海部さんのお話を本村ゆき子論説委員が聞きます。それからもう一つ、今週末インドネシアでジャカルタ絆駅伝という、はい、日本人とインドネシア人混合のチームが走る駅伝が、あの、うちの社の事業でありまして、はい、それに私行って一緒に、あの、走って選手を追いかけて動画を撮影して動画をアップしますので、ぜひ皆さん見てください。それから、その、駅伝は15日に行われるんですが、前日の記者会見と当日のスタート前に、生中継をする予定です。毎日新聞のツイッターで生中継する予定ですので、ぜひ皆さん見てください。それでは来週も見てね。